第8回アレルギーセンターオンラインミニセミナー、関西医科大学附属病院アレルギーセンターの岸本泉です。今回はアトピー性皮膚炎の肌を知ろうということで、保湿ケアについて説明いたします。まず、アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う特徴的な皮膚症状を慢性的に繰り返す疾患です。なぜそのような皮膚症状が生じるかというと、皮膚のバリア機能の低下があり、そこから刺激やアレルゲンが侵入しやすくなります。すると、炎症が起き、かゆみが生じ、かくことにより皮膚のバリア機能が破綻するという悪循環が生じます。これは年齢別による皮膚症状の分布図です。乳児期には顔面に赤みやカサカサした皮膚症状を出現することが多く、幼少時期になると、よく肘や膝の裏にかゆみのある皮膚症状が生じます。また、小学生の10人に1人はアトピー性皮膚炎が生じますが、思春期になると皮脂が多くなるため減少していきます。成人のアトピー性皮膚炎の方は、おでこや目の周り、また手に皮膚症状が生じます。治療としては大きく3つあります。まず、悪化原因であるダニやハウスダストを除去することや、また、汗の刺激で悪化することもあるので、夏場はこまめにシャワーや下着を変更することも有効です。次に、スキンケアです。これも3つに分けられ、清潔、保湿、紫外線予防があります。最後に、薬剤による治療ですが、その時の症状に合わせた治療が必要となってきますので、ぜひ、皮膚科に定期的に受診いただければと思います。さて、保湿についてですが、保湿を毎日全身塗った乳児はアトピー性皮膚炎を発症するリスクが3割減少するという研究結果が報告されています。このことから保湿の重要性がわかります。保湿剤を含む外用剤の塗布量は決まっています。人差し指先端から第一関節までチューブから出したものを 1FTU とします。また、ローションでは1円玉ぐらいが同様の量となります。絵では指を広げていますが、指を閉じた大人の手のひら2枚分がこの 1FTU で塗れる範囲となります。ですので、顔では 2.5FTU、背中では 7FTU となり、普段保湿をされている方でもそこまで塗れてない方が多いのではないでしょうか。また、保湿剤には様々な機材を使用したものがあります。べったりとした軟膏からさっぱりとしたローション、フォームなどがあります。ローションなどはさっぱりとする代わりに、皮膚性が軟膏より低下してしまいます。かといって、年中軟膏を使用すると、夏場のベタベタで保湿をすることを嫌がってしまうお子様もいます。なので、その季節や時間帯に合わせた保湿剤を選択し、より良いお肌を保ちましょう。以上です。ありがとうございました。